リフォームの事例のご紹介をさせていただきたいと思います。これからですねリフォームしようかなと思っておられる方の参考になったりですね、また、どんなことができるのかなっていうね方にも見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はですねメールを先にいただいて、ご来店いただいたお客様のご紹介になります。おばあさん、そしてお母さんからたくさんのジュエリーを受け継いだんだけど、どれが本物かどうかわからない、そういったものが13個ぐらいあるということをメールで聞かせていただきまして、ご来店時にその指輪たちをお持ちいただきました。お客様の方ではですね、ほとんどがイミテーションじゃないかなと、少しでも本物があれば嬉しいなということでですね、お持ちいただきました。全部の、写真は撮っていないのでご紹介できないんですけど、一つずつですね私がお店で鑑定というか拝見させていただきましてですね、やはりお客さんの想像もそんなに外してはなくてですね、多くがですね、イミテーションの石だったんですけど、その中でですね、天然のサファイアの指輪が2つ見つかりました。じゃあその指輪をどうしようかということをですね、お客様とお話しさせてもらって、一つはご自身の使う指輪に、そしてもう一つはですね、ネックレスに、いずれね、若い方に譲り受けれるようなネックレスにしときたいなということで、ご依頼いただくことになりました。では、見ていきたいと思います。これがですね、一つ目ですね、サファイアの指輪。プラチナで十分昔っぽいね、高さのある引っかかりである、いわば昔ならではの指輪ですね。ただご自身もあんまりですね、普段指輪とかされないような方なので、なんとかねシンプルで使いやすいものであればいいのかなと思ってご提案させていただいたのがこちらのデザインです。はい。でね、ちょっとポイントとしてはね、今回ピンクゴールド、イエローゴールドじゃなくてピンクゴールド、ちょっとこれ写真ではね金色っぽく見えるかもしれないんですけど、ピンクゴールドで作りさせていただきました。個人的に私がすごいこれ好きなデザインで、引っかかりが少なくて非常に普段使いしやすいのかなと思ってご提案させてもらいました。全ての石にこのデザインが使えるかっていうとそうではなくて、ある程度その石の、高さっていうんですか、幅、長さ幅とかですね、サイズによってできるできないがあるので少し注意が必要です。こんな風にですね、裏から見ても非常に安定感のあるデザインになっています。はい。で、これも先に申し上げたように非常にねサファイアとピンクゴールドの相性が非常に良くてですね、いろんなお客さんにご提案させていただいてますね。はい。で、2つ目はですね、こちらも本物でした。すごい小ぶりなサファイアの指やサファイアがついてまして、これもせっかくなんで何か変えておきたいなということで、ご自身はされなくても、将来お孫さんだったり若い方がつけれるようなデザインにということで、こういったダイヤでもねよく人気のある直接チェーンがトップに連結したような直結タイプのシンプルなネックレスをですね作らせていただきました。はい。こんな風にねすごい可愛らしく仕上がったのに、いずれねどなたかにお譲りになられる時でも非常に喜んでもらえるんじゃないかなと思います。はい。以上で、ね、2点、無事に出来上がり納品させていただきました。はい。じゃあ、恒例のですねお客様の声も合わせてご紹介させていただきたいなと思います。こちらね、お客様納品時にですね、大体皆さんお帰りになられてからアンケートをご記入いただいて、ファックスだったり写真を送ってもらうんですけど、その場で書くわっていうことでですね、その場ですごい丁寧にですね、書いていただきました。ありがとうございます。はい。ジュエリーリフォームの相談をしたきっかけですね、お母様の遺品があり、孫も私も身につけることはない。2、使いたくてもサイズが合わない。3、デザインが古いですね。本当にね、このね、デザインが合わない、デザインが古い、サイズが合わない、デザインが古いっていうのは、非常にご依頼いただくきっかけとして多いパターンですね。はい。で、当店を知りましたが、どこで、ホームページ、宝石リフォーム豊中美濃という感じですね。
で、うちのお店をですね、選んでいただいた決め手ですね、位置近い、ね、こちら手の中のお客さんなので非常にこちら身の近い距離にあります。はい、2つ目、ホームページの店長の写真。これちょっと恥ずかしいんですけど、意外とねこのお声多いんですよね。どんどん出ていきたいと思います。はい、3つ目、実例。そうですね、やっぱりあの過去の事例などを見て来られる方非常に多いですね。で、4つ目、商品の出来上がりを見ていかがですか、どんな時に身につけたいと思いますか。はい、1、想像以上に滑らかな曲線で仕上がり、高さが最小限で日常つけていても生活に支障が出ない。はい、2つ目、普段から使うことができる。3つ目、出来上がりに角がなく引っかからないので便利。これはそうですね、非常にあの皆さん共通しておっしゃることで、やっぱりね、あのお出かけの時に使うっていうよりもは、普段からですね、日々使うことができるようなデザインにされることが多いように思います。はい、最後にその他ご意見ご感想ですね、ぜひリフォームしてみてください。おすすめです。不要の金属の下取りもしてくださいます。家に眠っている金属、何なのか分からなくて、おもちゃかもしれなくても、本当に気兼ねなく鑑定してくださいますとのことです。はい、ありがとうございました。そうですね、最後にもありますように、皆さんですね、いろんな方から譲り受けたジュエリーがですね、まあ、よくこういう宝石箱だったり、まあ、中には大阪弁なんですかね、カンカンと言われるものにたくさん入れたままになって眠ってる方も非常に多いと思います。一切合切持ってきていただいて、まあ、一つずつこれはなんだこれはなんだっていうので、まあ、金銭的な価値とかで、ね、いろんなことをお伝えさせてもらうようなこともしてますので、もしですねご興味ご関心あればご相談いただければなと思います。今回はね、そういったものの中からまたこれを使えるよっていうものを拾い出して、それをご自身の使えるような指輪にさせてもらったんでね、非常に良かったんではないかなと思います。はい、今日のリフォーム試合は以上ですね。またですね、何かこんなこと教えてほしいとかですね、こんなリフォームの紹介をしてほしいとか、もしあればですね、まあ、メッセージ直接いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では、今日も良い一日をお過ごしください。バイバイ。